にちは。スピリチュアルの女神です。突然ですが、皆さんはツインレイの真実の愛をご存知ですか？少しおさらいをしてみると、ツインレイというのは同じ魂を持つ魂の傍らと呼ばれる特別な存在であり、運命の相手とも呼ばれています。そんなツインレイとの間に生じる愛は真実の愛と言われているのですが、実は間違った認識をされていることが多いんです。どんな認識をされているのか、また真実の愛とはどうやって生み出すのか、ぜひこの動画でチェックしてくださいね。まず皆さんに紹介したいのが真実の愛の特徴です。真実の愛と聞くと純愛のようなイメージを持つと思いますが、ツインレイの二人にとっての真実の愛はただの純愛だけではないことが多いのです。いくつかの特徴があるため、ここから紹介していきますね。真実の愛の特徴を知っておくことで、今後ツインレイと出会った時の参考になるはず。ツインレイの二人にとっての真実の愛には様々な形があると言われています。真実の愛というと、二人は愛し合い結婚すると想像する方も多いですが、それだけではありません。時に彼氏と彼女、夫婦といった形を取らずに、仕事場の仲間としてとか、仲の良い友達としてといった形を取ることがあるのです。結婚などといった枠組みにとらわれなくても、ツインレイの二人の間に真実の愛があれば、魂の統合はできるんですよ。これがツインレイの二人の愛の特徴と言えます。ツインレイの二人は互いに見返りを求めない愛情を注ぐことができます。またツインレイの相手だけではなく、すべての人に無償の愛を注ぐことができるのも特徴的。どれだけ好きな相手であっても、時に人間なら見返りを求める行動をしてしまうこともあると思うのですが、ツインの二人はそうではありません。自分の幸せよりも他人の幸せを願えることが特徴の一つでもあり、見返りを求めずに生きることができるのです。だからこそ、二人の間には真実の愛が生まれます。ツインレイの二人は同じ魂を持っていて、心が通じ合っていることが特徴的です。だからこそ、相手のことを思うだけで幸せになります。例えば物理的に距離が離れていて、なかなか会えないような状況であっても、心が通じ合っているから、相手のことを思うだけで幸せになれるので、いつも心が愛で満たされているんです。会えない状況が続いてしまうと、なかなか心が満たされることってないと思うのですが、ツインレイの二人の間には真実の愛が生まれているため、相手のことを思うだけで十分な愛が生まれます。真実の愛のためにしてはいけないこと、先ほどツインレイの二人にとって真実の愛とは何かということを紹介してきました。ツインレイの二人にとっての真実の愛は、形式にとらわれない愛で、恋人や夫婦といったつながりよりも強いつながりがあることが分かったのではないでしょうか。もしあなたがツインレイと出会うと、真実の愛を感じたいと思うはず。実はツインレイの間に真実の愛が生まれるのは簡単なことではありません。時にたどり着かないなんてこともあるのです。ここからは真実の愛にたどり着くためにしてはいけないことを紹介していきます。ぜひ参考にしてください。人間は見返りを求めながら生きてしまうもの。例えば恋人に対しても、優しくしてあげるんだからもっと愛して
などといったことを感じてしまうこともあるはず。ですが、ツインレイとして真実の愛にたどり着くためには、愛に見返りを求めてはいけないのです。愛情に見返りを求めてしまうと、真実の愛にはたどり着かないことを覚えておきましょう。ツインレイと絶対に結婚したいと感じている人は、真実の愛にたどり着けません。先ほども少し話しましたが、ツインレイの二人にとっての真実の愛にはあまり形式や枠は関係ないと言われています。だからこそ絶対に結婚したいと結婚に執着してしまうと、愛結婚という形式に縛られてしまうため、二人の間には真実の愛が生まれないのです。ツインレイとの間に真実の愛が生まれてほしいと考えているのであれば、相手の幸せを願えるようになることや結婚という枠に執着しないことが大事と覚えておきましょう。ツインレイの真実の愛が生まれるためには、毎日連絡してとか、週に1回は会ってねなどといった決まりことを作ってはいけません。この動画の中でも何度か話しているように、ツインレイにとっての真実の愛は互いに愛を押し付けない自然な関係です。だからこそ、要望を伝えてしまうような関係では、自分の希望を相手に押し付けているだけになってしまうので、ツインの真実の愛とは呼べません。真実の愛を目指すのであれば、決まり事は作らない自然な関係を目指していきましょう。この動画でも何度も触れているように、ツインレイの真実の愛とは結婚や恋人同士になることではありません。と言っても、好きな人ができるとお付き合いしたいとか結婚を目指したいと考えるのは当たり前のことですが、ツインレイの真実の愛を目指す場合は、そういった枠組みにとらわれることをまずは捨てる必要があります。こういったものも思い込みの一つであるため、できるだけ早くに手放してしまうことが大事ですよ。自分の中にある愛の価値観は一度壊してゼロにしてしまいましょう。ツインレイの二人の間に真実の愛が生まれるためには、互いに執着をする気持ちを捨てることと言われてます。執着の心というのは、この人と結婚しないと私は幸せになりたいというような思い込みや感情のことです。ツインレイの相手と一緒にいると、居心地がいいことや落ち着く雰囲気からずっと一緒にいたいと感じることもあるはずですが、二人には乗り越えないといけない試練が何度か起こるため、時に物理的に離れないといけないことだってあるかもしれません。そういった時に、一緒にいたいと執着の心を持つのではなく、相手の幸せを第一に考え、自分の心と向き合い成長することが大事です。もし今後ツインレイに出会えたのであれば、真実の愛にたどり着けるといいですね。そしてこの動画が真実の愛にたどり着くお役に少しでも立てると光栄です。以上、いかがでしたでしょうか。皆様のご意見ご感想をどしどしお待ちしてます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。